醤油。それではですね、本日3月11日のタイ中核派抗議行動、集会を行わさせていただきます。本日はね、遠路よりはるばる足を運んでいただいた皆様、同志同友の皆様、ありがとうございます。と、まあ、簡単に今日の趣旨ご説明させていただきますと、まあ昨年もしくはね、おととしご参加された方ならね、お分かりになるかと思うんですけれども、例年ですと郡山で中核派の集会デモが行われます。ところが今年はですね、この福島市で集会デモが行われる。そして何よりもね、非常に私憤っているのが、このデモの出発地点というのが、まあ、これから皆さんお連れしますけれども、福島県護国神社のすぐ下の公園なんですね。これほどね、我々の運動、これ愚弄してるね、まあ、こんなことはね、本当許しちゃならないと。で、まあ、その中華街に対する、まあ、抗議、ね、行っていきます。で、午前中から午後1時にかけて、車両によって、まあ、駅前周辺啓蒙しつつ、その集会の会場になる、まあ、護国神社のすぐ下の公園、こちらをね、集会して、まあ、各自、まあ、抗議行動を取っていただきたいと、ね、思っております。でですね、車両の順番なんですけれども、僕、この黒いジムニー、これ先頭走ります。で、ジムニー、アルファード、そしてバス。で、その後に、小原さんの、ね、ジャガー、バスの後ろについていただいて、でですね、で、五十嵐さんの組に、はい、で、このバン、で、最後に、最後尾に、ハイエース、あ、ね、そしたらこのバンの後ろについていただいて、で、最後にハイエースというような形で、ね、行きたいと思います。で、あとですね、まあ、今日拡声機はついてはいない、ね、車も一緒に同行したいという方いらっしゃいますんで、矢中さんのパゼロ、で、あと、あ、じゃあ、すいません。車両に関してはそのような感じでお願いします。でですね、1時になりましたら駅前東口にバスも止められるコインパーキングありますんで、1時になりましたらコインパーキングに止めていただいて、で、各自昼食休憩取っていただいて、再度2時になりましたらこの、駅の東口に例年通りいわゆるこのブースですね、これ設けますので、そちらに2時集合していただければと思います。じゃあですね、福山会長の方から一言頂戴してよろしいでしょうか。ご先輩方々を前に、誠に僭越ながら、私埼玉は川越で、また関東エリアにおいて民族運動また愛国運動に前進しております、新アジア同友会、会長を務めます福山達夫と申します。まあ、今回そうですね、郡山に2年連続、そしてこの福島に、まあ、3年連続ということで、まあ、桑原総隊長にお声掛けをいただきまして、まあ、なんとか
今このような、時局にありまして、本当に世界の中の日本というものが多分問われる時ではないかと私も思います。明日も有楽町、マリオン口、そして日比谷口、まあ、有楽町土曜会と、東京議会と私掛け持ちで凱旋やりまして、そして明後日は、我々の同志は自民党の、まあ、本来であれば私も自民党の、まあ、党大会に、外国人を持ち込んでいかなければいけないんですが、また、国粋青年隊の方の 3.11 東日本大震災追悼統一凱旋ということで、まあ、ちょっと、関東地区というか、警備で今日警視庁から来ている、警備の方々は分かっていると思うんですけど、まあ、日曜日はちょっと大掛かりな凱旋が都内で多分もう本当に凱旋者だらけになると思うんですけど、まあ、そのような形で、私たちも、関東は関東、または、東北は東北、そして北海道は北海道、全国でつつ裏裏、活動しております。どうか皆さん、今のこの時局、そしてこの日本というものがどういう風な、道しるべ、我々もその一人とまた一つの行動力を持って、実践してまいりたいと思います。今日は一つ一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。福山会長ありがとうございました。じゃあですね、あと先生から一言お題して、はい、皆さんおはようございます。おはようございます、私はこのところ聞きますので了解やってます。昨年はですね、ちょっと体調を崩して揺れなかったんだけど、まあ、今年はね、健康も回復して、皆さんと一緒にね、こういう反対活動をね、それからそういうカウンター行動に一緒に参加できるようになったので、非常に嬉しく思っています。皆さん、今日はですね、ぜひともよろしくお願いします。以上です。どうも、佐藤先生、ありがとうございました。